下関新地日町に来てますが、まあ、例の、まあ、ご存知の方は結構いるかもしれませんが、愛好家の方のサイトの方で調べて、ここはまあそこで調べてきたので分かりやすかったですね。もうなんというか、もうちょっと行くとというか、まあこの風景というかコマーシャルのままという感じで、やっぱり、まあ、ここは明らかに使われてて、多分下関だとここだけなんですかね。ただ、こことはまた別に、ここ自体の雰囲気、特にこの裏手の高台の方のね、エリアがすごく、まあ、確か、もうちょっと先かな、高台に公園もあるようですよね。なので、やっぱつい歩いてみたんですが、ちょっとやはりこの両側に民家が迫る上に、こう人、まあ一人、まあすれ違いできる程度の幅ということで、なかなかあまりずっとうろうろし続けるのは抵抗があるなという感じはちょっとしちゃう感じのエリアですよね。でもすごく雰囲気がいいですよね。でまあ、ここを抜けてきて、右が上り階段になってて、左手行くと先ほどの、まあ、銭湯のある通りに出るって感じの場所ですよね。ここも時間あったらもうちょっと上まで登って、なんとなくここら辺なら歩きやすいというか、確か上にもなんかね、続いてあるんで、で、時間ないのでもう来ちゃいましたけど、まあ、名前通り、下関新地の跡ってことですよね。僕はあんまり詳しく知らなかったんですけど、例の愛好家さんのサイトで、ついでに。で、やっぱり、これは、まあ、カフェ建築っていうのとはいわゆる違うのかもしれないけど、わかりやすい意向では確かにあるんですけど、ただやっぱり観光資源って感じではないんで、撮ってたらちょっとね、地元の方に珍しがられたという感じはするんですけど、やっぱり、下関駅近くといっても、まあ喜んでくる人っていうのは、まあ、多数派ではないのかなという感じですよね。まあ、短い動画でしたが、ご視聴ありがとうございます。